はい、どうも翼です。ですね、金田一翼の事件もね、第3について説明したいと思います。もうね、絶対鬼滅の刃よりね、面白いことは保証しますので、まあ、テレビ局にでもね、送ろうかなと思ってます。これは電子で Amazon で100円で売ってますので、よかったら下にリンク貼ってますので、お問い合わせください。では行きます。で、前ドアの鍵を閉めるとこまでですね、金田一が。で、今日夜7時ですね、まあ、うわうめえということですね。まあ、もう翼ちゃんたらって、まあ、金田一はご飯を食べてるわけですね。で、まあ、この料理、木下さんが作ったんですかということですね。はい、昔、シェフをやってましたから、まあ、木下というのは別荘の執事ですね。そうだ、そろそろみんな自己紹介をせねばならんなということですね。こちらが今まで見つけた財宝は数知れず、冒険家の棒田君だということですね。どうも、棒田暴力と申しますということですね。はい。で、僕はいろいろな場所、危険な場所に行き、宝やロマンを探し続けているんだということですね。で、僕は正田、証券会社勤務の正田健、成績は社内トップのエリート社員さということですね。彼は何事にもとても負けず嫌いでね、学業もスポーツも高校時代常にトップ、唯一負けた思い出といっちゃ高校時代、居合の全国大会の決勝でオーナーと戦った時ぐらいであるということですね。それで俺が優勝でお前が準優勝だったなって、あれが唯一俺がお前に勝った出来事だったなということですね。2人は居合ではライバルみたいな関係だったんですねということですね。ちょっとそろそろ私言わせてよということですね。私は歯科医をやってる歯科だ虫子よと、どんな虫歯でも治せる腕利きの歯科医よということですね。わあ綺麗なお姉さんと言って、ちょっと翼ちゃん美人の人を見るといつもすぐそんなこと言うんだからということですね。そういう君たちはということですね。俺高校生で金田一翼って言います。この警部さんの知り合いでよく事件に協力してるんで、旅行がてらに俺ら2人連れてきてもらったんですということですね。私は翼ちゃんの幼馴染で同じ高校のクラスメイトの三月玲なんて言いますとかですね。翼ちゃんはいつも人に迷惑をかけちゃうんで、お世話係みたいなもんですということですね。平易高校生で警察の事件に協力してるなんてすごいわねということですね。いや、それほどでもということですね、金田一が。で、お世話係なんて言っちゃって、実は君たち二人付き合ってるだろう。きちっと顔に書いてあるよということですね。そんなということですね。バカ言わないでください。付き合ってるなんて、そんな誰が翼ちゃんなんかと。翼ちゃんなんかってリーナひどいな、もうということですね。私は警部の坂田武と申しますということですね。皆さんよろしくお願いしますとかですね。オーナーの小田さんとは以前事件の依頼にかかり、そのお礼として今ここに招待してもらいましたということですね。どうだ、みんな本物の警部さんの生の話が聞けるなんて貴重なことだと思ってここへお呼びしたんだということですね。貴重な話ねということですね。で、次は2話になるわけですね。まあ、キリがいいんでここら辺で切りましょうか。